プロのカメラマンが子供の日常を撮影するサービスの人気が高まっています。写真撮影サービスを手掛けるスリースマイルラボが提供するのは保育園や小学校などでの日常を撮影するサービスです。7月にはプールで顔を水につけれない子が9月にはもう潜れるようになるとか、まあ、そういったご家庭で感じられないような成長をできるだけ細かく撮影して保護者様に届けていきたい。新型コロナで保育参観などの保護者が参加できるイベントが減る中、需要が高まっていて、学芸会の動画配信などと合わせて3年間で売り上げがおよそ10倍に伸びたということです。